まあこれ今日は金曜日で同で日月月曜日になるとこれ国会の集中審議があるそうですね会期はまだ始まっていないわけですけどえこの政治とカネの問題でえ国会での動きも始まりますしまあそれに間に合わせるように刑事処分をやったんでしょうね検察は。 26日からは国会が正式に始まりまして長丁場ですね6月まであるわけですからこの過程で果たして何がどう追及され、まあ、国会そのものということ以上にまあいろんなメディアがさまざまな取材をこれから展開してまあ 叱るべき人たちを追い詰めることになるんじゃないかと思いますが、まあもちろんそれもよくわかりません。まああの刑事処分に関しては自民党の三つの派閥、まあ安倍派とそれから、えー、二階派とそれからこれはねびっくりしましたけど <laughs> 岸田さんの派閥、まあ高知会ですね。 こういうところの、まあ、つまりはっきりと不記載の問題があるとこれがはっきりしているところほ他にもある,あるっちゃあるんでしょうけどそういうところの会計責任者に対する刑事処分が行われた略式起訴とかいう格好が多かったような気がしますけど。 もちろん議員がね1人逮捕されてますし、えー、立件される人は2人いるそのうちの1人は、えー、議員辞職もするそうですけれどなんかやっぱり腑に落ちないですよね、まあ、何よりもその今のこの動き方っていうのは、えーまあ、どういったらいいのか。 派閥の確かに派閥の政治資金パーティーにおける収入をノルマを超えた分をキックバックしていてそのことを隠していたと記載しなかったということですからね。でまあ現在現在の法律の 形では会計責任者以上の処罰はできないということになっているんだそうですが、まあ、それもよく分かりませんけれどいくらでもやり方があるような気がするんですけどね、えー、結局ねお名前を見てもああ、この人知ってるよっていう人は実は立件も逮捕もされないということですよね。先ほど言った2人の議員は 別逮捕された人を含めた3人はまあ別ですけれど派閥の幹部の人たちには司法の手は及ばなかったということになりますね。まあいろんな言い訳あるでしょう共謀の証拠はないんだとかえみんなまああれ多分口裏を合わせてる可能性もあるんじゃないかと思いますけれどもえー キックバッククバのことは知っていたけれどもそこは認めるんだよね知って認めるけれども、えー、それをその記載してなかったとは知らなかったというふうに議員さんがおっしゃってるというふうにね、えー、んなことあるかい <laughs> まあもちろん証拠がね、えー 証拠があるなしというのは、まあ、そう裁判は一種のゲームのようなところがあるので公判、えー、を維持できないよこれではっていうことがあると、えー、なかなか立憲にゴーサイン出しにくいというのはそれはあるでしょう。あるでしょうけれど、えー、こういうまあなんて言うんでしょうねまあもちろんこれもそうじゃないんだって言われればそれまでですけれど。 どう考えても本当のことをおっしゃってるのかなってあのとっても強い疑問を抱かざるを得ないような、えー、幹部の人たちの振る舞いに関して、えー、いわば事実上そのまあに逃がしちゃって出ない言ですけれど、うん、立憲できないっていうことになるとねそうなると、えー、心の中にある バケツの中に入っている黄色いペンキがですねどんどんと溢れてくるんですよえ何のことを言ってるかお分かりだと思いますよねえまあもちろん実際にやったら犯罪ですからで実際そういうことになりましたけれどもえ金丸さんの話の時ですねえ検察庁の看板に黄色いペンキが 投げつけられることがありましたあれ実際にやったらダメですけど頭の中でやる分にはねい <laughs> いいんじゃないでしょうかでまあみんなが、まあ、この話が始まる、まあ、ざっと1か月ですけれどこの話が始まった時にまあみんな感じていたのはこれはやっぱり少なくとも数人の幹部は立憲されてで公民権停止まで行くんじゃないかっていうね。 政治の世界から当分ちょっと遠ざかってくださいということになるんじゃないかってんとなく思ったもんですけれどまあこれは案の定というのがよくどういうのか分かりませんがえ国会が開くまでに検察が出した答えというのはまあ先ほど言ったような会計責任者に対する極めてまあ甘いというか。 ゆるりとした、えー。刑事処分に過ぎませんでした、えー。いうことがありますね。ただ、あのこの話はまあ、刑事処分に関してはまあ、そういうことでえー、まあ、そうですね。あの検察審査会っていう話が多分出てくるんでしょうけど。まあそれはそれとして。 置いてておくとして一つちょっと大きな、まあ、フックというか、えー、新たな事情が生まれる、まあ、大きな波がこうちょっと立ってる感じですね。えー、岸田さんが、えーあのまあ、災害対策のおふ服を着た形でのインタビューでしたけれど、えーまあ、もちろんねあっちのことがあるんで。 の,のことがあるんで当然なんですが、えー、岸田派を解散するというふうにおっしゃった、えー、岸田派、まあ、つまり宏池会ですね、えー、まあ宏池会というとなんか枕言葉のように、えー、歴史と伝統のあるっていう言い方になるのかもしれませんけど、まあ、数々の総理大臣を輩出して、まあ、池田勇人さん以降。 うんまあ、日本のこの何て言うんでしょう対米、えー、追随の、まあ、しかし警部装の、えー、こういう、まあ、国柄をずっと引っ張ってきた人たちでもありますよね。でこの会を解散すると。 まあ、それは解決責任者が法的処分を受けるということの、まあ、反射としてもあるのかもしれませんが <laughs>、えー、岸田派を解散するということでこれで自民党の中があの上を下への大騒ぎになっているというのが今の状況のようですね。えー、具体的な取材をしておりませんからあの あくまで放置られたことから感じたことを申し述べるにすぎませんけれどもこれどっち側に出るかよくわからないんですよね。これが岸田さんにとってポジティブな方向つまり岸田さんとしてはえまあ今年中におそらくまあ衆議院の選挙があって来年が参議院ですか。でその間にまあ 総裁として生きながら得ようという目的があってそのためには支持率が上がらないと大変だとで、まあ、一般の人たちのこの派閥問題に関する処理の仕方についての評価これがどうかあ岸田さんってなかなか潔いねと。 自分のところ、まあ、まあある意味派閥中の派閥ですけどそういうところを解散しするとね潔い人だなじゃあ支持しようかっていうふうに思ったのかあるいは、うん、なんかよく分かんないねっていうことなのかあるいはもっとこれをそんなことしたら。 派閥にやったことをきっかけに派閥自身を解消してしまったら自民党の政治のスタイルが変わってしまってこれは困るんだっていう方もいらっしゃるかもしれません一般の方の中で <coughs> それは分からないですけどねどうなんだろうま答えはそっち側に求めるっていうかこれで支持率が大きく上がるなんていうことがあると党内での、えー、なんて言うんでしょう バランスがまたちょっと変わってくる可能性があって <coughs> 岸田さんはなかなかやるなという話になるうんまあこれそっち側の目があるんじゃないかっていうまあそこに結びつくかどうかねわからないですけど早速というか二階派は二、ね、階さんがなんか実に苦しそうな お話ぶりでしたけれど、ごめんなさいと言いつつ二階派を解散するということでえ所属議員の皆さんの了解も得ましたということを表明されました。で、多分今もまだやってんのかな？安倍派の会合というのがあって、これ要するに安倍派から元はね出た問題で。 で二階派に、えー、まあおよびさらに総裁の派閥まで解散させることになっちゃったっていうことになると、えー、安倍派はあのいいんだよって言って開き直らきにいかないっていうふうにどうもうん、つまりな,なんて。 面の皮の厚い人たちだろうというふうに安倍派の議員が支持者からもし見られるとすればこれはあの安倍派のんて言うんでしょう基本的なその立場を崩してしまう可能性がありますよね。だったらえまあ九死に一生じゃないですけれど。 これをうまい方向に転換するチャンスを待ちながらとりあえず派閥を解散しようかということになるかもしれないでもそれは岸田さんの多分狙い通りですねきっと。安倍派派と二階派をこれで解散させちゃうわけでしょうでその流れができたときにじゃあ麻生さんとか茂木さんとか。 茂木さんはまあ幹事長ですよね麻生さんは副総裁、うん、まあ,あ幹部中の幹部ですねこの人たちの率いる派閥は果たして、えー、存続し得るのかということになりますね、うん、なかなか厳しいんじゃないでしょうかね、うん、これはあの自民党内からも それから野党はもちろんですけれどそれは総攻撃を受けるでしょう一人一人の議員が何かこうどういうんでしょうね国会に戻ってこれるかどうかっていう話になってくるんじゃないでしょうかねまあだからこの辺まではなんとなく岸田さんの打った手っていうのはもうこれ 上からのテロみたいな感じで派閥を大,大事に思っているというか派閥にまあ依存している人たちからすれば上からのテロみたいな感じでしょうね火を放ったっていう感じがしますけどまあこれで求心力を回復して支持率が上がりまあ大きな 問題が起こらなければ。えー、岸田さんは。もうちょっと。頑張れることになると <laughs> いうことですね。うん、ああこれまあ。行き先がどこまで行くのかっていうのはよくわかんないですけど。派閥が。持っている機能っていうのは。お金とポストの配分。というふうにもし単純に。 まあ、単純化することができるとすればですけれどお金の分配というのはこれはあの企業団体献金をまあ禁止するというのが本来の筋なので仮にそういうふうにあの、まあ、絶対そうやらないと思いますけど315億をどういうふうに配分するかそれを受け取っている政党としては それはあの本部はいくら取りそれ以外のところは均等に議員各人に配分するっていうことで単純にそんなに難しい計算が必要ない <laughs> いやそれはあの <laughs> そんなことあるかっていうふうに言うでしょうけどねもちろん。で今日可能だと思うんですね。ポストの配分ここれれはそれこそ 安倍さんが官邸主導の体制を作るにあたって内閣人事局というのがありましたよね。ね官僚の人事をあれでこう抑えちゃったわけだけどまあそれのアナロジーっちゃなんですけど、えー、党の党全体のその分かってこれあのそれこそ一覧表にすれば簡単にできると思うんですけど。あの 誰が政務官あるいは副大臣にふさわしいかということを含めて、えー、派閥の長の意見を入れることなく単純な、まあ、何か指標を作ってそれにその上でポイントの高い人から順番にやっていくと。で別にあの議員になったらいつかは大臣にならなきゃいけないんではなくて。 っていうまあそういう原則も立てる必要があるでしょうけれどなんかそういう内閣人事局じゃないですけれど党内の人事を管理する専門部署を作ればおそらくできるうん不可能ではないそうなると全体が岸田派みたいになるんだね <laughs> まあでも自民党っていう一つの党に 集まってそこで総裁である岸田さんをいただいてみんな存在しているわけですから、えー、全員岸田派の人でいいわけだよ、ね、まあそこ,そこに至る過程ではいろんな抵抗があるでしょうから全く簡単ではないですけれど、えー、まあそういう道筋がもしかしたらあるのかもしれない でところがこれがあのネガティブな方向に行くと、まあ、つまり支持率が回復しないあるいはもっと落ちちゃうみたいなね <laughs> なんだよ派閥解消するって簡単に言うけどそもそもそういう問題なのみたいなことで、えー、大方の批判を、まあ、もっとすでに、ね、野党はそういうふうに批判をしてると思うんだけど。 それが一般国民の間にも広がって支持率の回復につながらなかったと今回の措置が高知会の解散ということがある,あるいは各派閥のそれに対する動きですねこういうことの中で岸田さんの評価がもし上がらなかった場合にはこれはきついよねそれはもう喜びさんであの。 えー、あの人とかあの人なんかが出てきておそらく、えー、なんていうんですか、えー、岸田卸、うん、の嵐が <laughs> 吹き荒れることでしょうねきっと、えー。そうなるとお、まあ、解散する前の派閥の力量で言って第4派閥にすぎない岸田さん、えー、直接押してくれる人が一体何人残るか分かりませんけれども。 そういう状況の中でこれは、えー、まあもう自民党の総裁として存続,存,存続できなくなっちゃう可能性があるまあその一か八かの賭けのようなところがあるのかもしれませんね。えー、でまあそういうことではあるんですが。 これは先週も確か申し上げましたけれどそもそもここれ派閥のの問題なのかということですね、まあ、確かに派閥の政治資金パーティーのお金の問題というのが中心にあったしその派閥がお金を配る機能を果たしていたということまあある意味当たり前なんだろうけど。 そういうまあ問題なんだけど、えー、派閥をじゃあなくすのかなくさないでいいのかっていうふうな話が焦点になるのはおかしいと、まあ、そんなものは適当にやってくださいっていう、まあ、それはあの話したっていいでしょうけどそれは自民党内の問題で、えー、ねえー。 どうぞ52っていう感じがする。大事なのは、もう間違いないですよね。企業団体献金の禁止という、政党交付金の発足、政,政党交付金制度の発足に伴って、本来、は、え、る、ー、か以前に実現しておくべきだった企業団体献金の禁止ということを、まあ、正面から、 例えとまあなんかパーティー券の、えー、まあなんていうんですかあれ名前を書かなきゃいけないのが20万円になっての5万円に下げるだとかそういう,うまあ裏金にしにくい構造を作るっていうことなのかもしれませんけどもまああくまで 比あのー、今よりはいいっていう、まあ、それっていうのは結局逃げ道を作るための法改正だからまあもともと政治資金規正法の改正もそういうことだったんでしょうけれども逃げ道を作ることは最大の目的で現にそれがフルで機能して、えー、まあね 裏金がたっぷり作れるようになっていたということじゃないですか。だからまあそれをやるっていうこと、これが一番大きな課題だと思うんですね。からもう一つありますよ。もう一つあるのはそのまあこれも五年ということでこの五年間ということなんですけど、その裏金って。 どういうふういいふに使われたののっていうのがあるじゃないですかね裏金があったおか,げおかげで自民党は何ができたのか自民党の安倍派の議員の皆さんは何ができたのか何をしたのかあのまあもちろんお金に名前書いてないですからあの他のねあの まあほかのルートから入ってきたお金と区別がつかないってそれはあるかもしれませんけどまあどういうふうに消費をされたお金なのかねなんかまあそういう問題もありますよね。なんせ裏金ですから一旦見えなくされたお金ですんでね。 まあそういうことが本質的な問題として残っているまあやっぱり国会でいろんな形でこれが追及されるでしょうから、えー、まあメディアの方も頑張っていろいろと探らないといけないでしょうけど <laughs> ね2024年 まあ、いろいろとびっくりさせないことがありましたけれど、えー、国会の中でこういう問題が動いていく、まあ、これを、まあ、見逃さないようにしてい、えー、きたいというふうに思います。<laughs> ああそれからそうですねまあもう一つあるのはやっぱりこの刑事処分はちょっとどうかなということについては。 先ほども言いましたけどいろいろトライしなきゃいけないんですよね。<laughs> これも楽しみに <laughs> 待ちたいと思いますというところで今申し上げた話の根幹部分については私がマグマグさんから出していただいておりますこの2つのメルマガの中に反映させたいと思いますので。 もう一回文字面でお読みになりたいという方が、まあ、いらっしゃることかわかりませんがいらっしゃるようでしたらそちらの方を覗いていて頂ければというふうに思いますよいし。というところで1曲目に参りたいと思います。